高校に入ってすぐの頃、私は告白をした。あれは間違いなく愛の告白だった。チュンの野郎、いつまでも男扱いしやがって。本当か、やっぱり友は俺の最高の親友だぜ。もういっそ男になってしまうというのはどうかしら。わかんない、クラスの男の子に興味ないから。女だよ、スカート履いてんだろうが。本当こいつは何もわかってねえ。全く女扱いしてくれねえし、意識してんのはいつだって私だけ。こんなにドキドキしてんのにバカみたいじゃねえか。やめろっつってんだろうが。はよっせ、トモ。なあ、トモ。ねえ、トモ。トモ。トモちゃん。おい、トモ。相沢さん、お前のことが好きだ。シュン、あの二人は付き合ってない。俺も愛してんぜ、親友。純一郎の方がトモを女だと思っていないの。おっさんみてえだな。あなた最低な。ずってねえ、この野郎。相沢さん、あんなにすごいのに。魅力的な女の子だと思うよ。勝負してんだろ、私と。トモちゃんって天使様みたい。お前が隣にいねえとつまんねえんだよ。私は愛沢友は女の子だ。友ちゃんは